国際日本文化研究センターの関野と申します。本日は、学術情報における、人文学における学術情報の流通ということでお話をしたいと思います。先ほどの後藤先生のお話は、人文学の本質的な部分も含めて、全体像をつかむようなお話だったと思いますが、私の方からは、少し具体的な事例も含めながら、国際日本文化研究センターが所属しております、人間文化研究機構が関係している取り組みなども、少しずつ紹介していきたいというふうに思っております。まず、はじめにどのような人文情報があるのかということについて少しおさらいをしてみたいと思います。で、私の所属しております国際日本文化研究センター、日文研と言っておりますが、では、資料の、画像、本国データ、例えば古文書であるとか、古記録、書簡、それから和歌、俳句、などの情報、それから新聞や裁判記録の情報など、それから、絵画、写真、図像、絵巻、浮世絵といったその画像の資料が多くあります。妖怪とか絵本、いわゆる、春画ですね。それから、地図、絵図、生髄といったもの、さらに音楽、浪曲などのデータベースだったり、語彙、季語のデータベースといったものがあります。で、少し、中身見てみますと、例えば、摂関記古記録データベースというので、このように、様々な、データ、こう、昔の文書のデータが、含まれておりまして、このようなものから起こしたデータですね、こういったものが含まれております。さらに、妖怪データベースですと、このように姿だったり、仕草だったり、形、物、様々な形で分類されてまして、こういったその昔の、妖怪の画像というのが見ることができたりします。で、人文学の情報の特徴、いろいろあるんですが、いくつか挙げていきますと、まず多種多様であるということが挙げられます。対象が多種多様。例えば、史資料だったり、絵画だったり、地図だったり、調査データだったり、写真だったり、対象が多様であるということ。それから発信元がやっぱり多様であるということがあります。大学や研究所からもちろん、様々なデータ、研究情報が発信されているんですが、それ以外にも、博物館や美術館、文書館、図書館から発信される情報とも非常に重要です。それから整理方法が多種多様。これは例えばメディア別だったりとか、対象別、コレクション別といったような様々な分け方があって、これも、それぞれの、公開している機関だったりとか、公開に携わった研究者などの考え方によって、整理法が異なっています。発信方法も違います。同じ画像の資料でも、画像そのものが出てきたりであるとか、その中のテキストをきちんとテキストデータとして出したり、その部分が断片化されて出てきたり、いろんな形があります。もう一つは資料を一位に区別する仕組み、識別する仕組みがあんまりちゃんとできてない。いわゆる本のその ISBN であるとか、DOI といったものは、これから整備をして、DOI みたいなものは、これから整備をしていくというような段階にあります。あともう一つはその情報の中身、専門性が高い、閲覧が前提での作りになっている。要するに何かの解析に使うんじゃなくて、出てきた画像であるとかテキストをまず見る、もしくは読むといったことが前提になっている。で、画像、映像音声などが多いということ。それから閲覧制限がかかったりといったのもあります。こういった特徴のせいで、例えば情報を見つけるのが難しかったりであるとか、情報を使うのが難しいといったような状況が今あったりします。で、こういった状況も含めまして、最近、その近年の、人文学における情報、学術情報の流通の変化というのはどんなことになっているのかということを、少しお話をしたいと思います。主な話題としては、閲覧するから利活用するといったことで、データの相互利用と連携といったものが進んでいる。それからデータそのものの公開と利活用が進んでいるということ。まず、多様なニーズへの対応といったことで、データの検索をしていくためのインターフェースというのが作られてきたりといったこと、この辺についてお話をしていきたいと思います。で、まず、画像の相互利用、の話になります。トリプル IF、インターナショナルイメージインタープラビリティフレームワークと呼んでいますが、こういった、その画像を扱うための国際規格というのが最近は、この人文学の画像の情報の中で非常によく使われています。画像を取得する仕組みであるとか、画像の範囲を指定する仕組み。それから複数の画像をまとめる仕組み。例えば本などのページが分かれているものの画像をどういうふうにするかといった話になります。それから画像を表示するメタデータを取得する仕組みというのが、統一されている。これによって一つのビューアーで、
異なるサイトの画像を閲覧したりであるとか、まあ、拡大、縮小ページ送りなどの操作が通知されるという特徴があります。またもう一つは、異なるサイト、様々ないろんな別々のサイトから、公開されている画像を組み合わせて新たなコンテンツを作ったり、解析をしたりということができるようになっています。これ二種文献のデータの例ですけれども、例えば地図、本来ですと、これ、ここに表示されたのは16枚の地図に分かれているものなんですけど、これをまあ、一つの画像として繋ぎ合わせて表示したりであるとか、あとはこれ、長い絵巻物ですね。ちっちゃくて申し訳ないんですけれども、こういった絵巻物を、こういうふうに繋げてみる。実際にはこうやって、一つ、部分部分でいくつかに分かれているんですけど、こういったものを繋げてみせるといったことができる、できるようになってきております。それから、画像の比較という点では、他機関の所蔵の資料との比較という点で、上の方は、日文献が持っている資料、それから下の方は国立国会図書館が持っている資料で、百鬼夜行図という、妖怪がこう、ずらずらと並んで行列をなしている図で、いろんなところに、似たような、資料があるんですが、それぞれの、異なる機関が持っている、画像を、それぞれ同じような場面で比較したものです。こういった形で、その画像を比較したりであったら、比較するといったようなことが、異なる機関に収蔵されているものであっても手軽にできるというようなことがだんだん進むようになってきています。あともう一つ、典型的な例としては、データそのものを公開するということが、最近行われるようになっています。地名データ、これは人間文化研究機構から公開されてるんですけど、約24万2544件の、地名のデータ、明治から昭和の初期の、地名と、それからそれの緯度経度のデータというのが、人間文化研究機構から公開されています。で、利用の制限はありません。ただし、出典だけ明示してくださいというような、表示がついています。特徴的なのは、データだけはポンと置かれて公開されている。要するにデータベースのような検索の機能というのが一切持っていなくて、こういったこのデータの羅列、数字の羅列、文字列の羅列といったものが、そのままポンと置かれて自由に使ってくださいという形になっています。で、これ、人文学のデータの公開の仕方としては、今までにない形で、普通はデータベースで検索機能をつけてといった形が多いんですが、こういったデータだけを置いて自由に使ってくださいというのことか、始まってます。で、こうすると何が起こってくるかというと、検索する仕組みは誰かが勝手に作ってくれる。データを拾ってきて、この場合ですと、東京大学の加納先生なんですが、それが、加納先生が、このデータを使って検索する仕組みを作ってくれたりします。それから、人文学オープン、データ共同利用センターが、やはり同じデータを使って地図上でデータを可視化する、地名がどこにあるかといったことを可視化するような作業を行ってくれたりしています。で、こういった作業は、こういった、大学だとか研究機関だけでなくて、民間の企業なんかでも、こういった作業をしてくれたりしています。こういった形でデータを公開することによって、それを使って他の人が、いろんな形で利用するところができるようになっていきます。で、こういった、様々なデータを、が出ているわけですが、これを、横断検索するという仕組みが、人間文化研究機構ではこれまで作ってきました。ニフイントという仕組みがあります。人間文化研究機構だと人間文化研究機構にある6機関、プラス、いくつか、他の機関が入っているんですが、こういったデータ、仕組みが作られて、様々な、研究機関が持っているデータベースのデータを、いっぺんに聞くことができるという仕組みができています。実は、これ、これから、今日までがニフイントとして、公開で、明日から、新しくリプレイスされました、ニフブリッジという新しく生まれ変わったシステムが公開される予定です。ぜひご覧いただければと思います。あと他にも横断検索の仕組みとしましては、ジャパンサーチ、これデジタルアーカイブジャパン推進会がやっているものですが、70機関の、大学、図書館、政府機関、人間文化研究機構の各機関も含んでいますが、こういったデータなんかも公開されていっています。で、こういった形のその横断検索の仕組みというのもいろんな形で、いろんなところは始めているんですが、欠点というか、課題としましては、やっぱり欲しくない情報もいろいろな形でその一遍に出てきてしまう。それから、やはりいろんなデータベースを均等に引くというようなことが目標になっているものですから、専門的な検索をすることができないというような欠点があったりします。それを何とかしようということで、明日から公開される人間文化研究機構の、ニフブリッジというシステムではいくつかの工夫がなされています。で、各機関のデータベースがこのにあったとしますと、従来のシステム、ニフイントでは、それぞれのデータベースを、統合検索システムといったところで、いっぺんに検索手段の仕組みというのは構築されていました。
これが新しいものではどうなっているかと言いますと、ここに1段置いてます。アプリケーションプログラミングインターフェース、API と呼んでますが、それぞれのデータベースにの情報を取得するため、もしくは検索するためのインターフェースが立っています。で、ここにつなぎ手というか、まあ、このインターフェースを叩くことで、その統合検索システムというのが実現するようになっています。で、これをすることによって何が違ってくるかというと、まあ、統合検索システムというのが、この API、アプリケーションプログラミングインターフェースを使った、アプリケーションの一つであるというような位置づけになってきます。で、これを使うことで他の仕組みも作れる。例えば、外部の別の人がこの API を介することによって、例えば特定のデータ、もしくは特定のデータベースに特化したようなシステムっていうのを作ることができる。要するに今までですと、いっぺんにこれらのデータベースを相手にするしかなかったわけですけど、自分の欲しかった、例えば文学だったりとか歴史だったりに関係するデータベースもしくはデータだけをピンポイントで拾ってきて、新たなその新しいそのシステムを作るということもできるようになったという点で、これまでの仕組みとは少し違ってきています。ということで、まとめていきたいと思うんですけれども、今日の話の中では閲覧するから利活用する例ということで、これまでのデータベース、人文学のデータベースは特にそうなんですが、画像であるとかテキストを、まあ、そのまま、ユーザーが読んで考える、まあ、使うといったことが中心だったんですけど、それを、例えばトリプルアイ風な仕組みを使ってデータを相互利用したりであるとか、もしくはデータそのものを公開することによって、それを様々な形でその使ってもらう、みんなその閲覧するんだけではなくって、他の人が使いたいような形で加工して使うということができるようになってきた、というところが変わってきています。それから多様なニーズへの対応ということで、その横断検索し、横断、統合検索システムのような横断検索をする仕組みというのも変わってきてまして、その、いっぺんに全部のものを対象とするんではなくて、やっぱり、そのニーズに合わせて必要なデータベースを相手にして、まあ、それを合わせた仕組みを作るということができるようになってきました。まあ、それによって、現在どんなことが起きているかというと、まあ、データベースというのが、まあ、人文系ではやっぱり、不可分というか、やっぱり一番大きな、発信先になってました。要するにデータベースとデータというのは必ず密着した形で今までは公開されていました。ところが、まあ、データそのものの重要性が増しているというところがやっぱり変わってきていると思います。要するにデータベースを使って、例えばデータを使って、それがデータベースだけではなくて、機械学習であったりとか、まあ、様々なアプリケーションを使う。まあ、データベース以外でのデータの活用というのが始まってきている。またデータも、そのデータ、一つのデータベースだけではなくて、様々なシステムで使われるようなデータへの使われ方というのができてくる。さらにデータとデータ同士が連携することによって、まあ、それをまたぐようなアプリケーションシステムだったりだとか、閲覧の仕組みというのができているということで、まあ、データベースだけではなくて、データそのものの重要性が増してきておりまして、まあ、そのための、例えば、権利書類のやり方であるとか、流通の仕組みというのも、整いつつあるといったようなところでございます。といったところで私の話は、ここまでで終わりたい、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。